山本美鈴のハッピースマイル。おはようございます。山本美鈴です。この番組では毎週今を懸命に生きている人を一人取り上げ、その人の活動や生き方を紹介するとともに、その人のハッピースマイルを探っていきます。ハッピースマイルは人と人とをつなぐ合言葉、ルームズ衣川商事がお送りします。ビンセドール白さん、石川県精神障害者フットサルクラブルミナス代表の別荘俊也さんにお話を伺いました。俊也さんは野々市で生まれ、剣で育ちました。サッカーが大好きで北陸大学に進学し、卒業後東京の外食産業の会社で働いた後、北陸大学の新しくできた学部、未来創造学部のスポーツコース、サッカーに特化したコースの担当になりました。教職の資格やサッカーを指導するためのライセンスを5つ取得し、サッカー選手がプロになるメソッド、指導する立場の人たちの育成カリキュラムなどで10年以上関わりました。俊也さんはサッカーでしか幸せになれないと考えていましたが、ひたむきにバスケットボールに打ち込む選手と話し合う機会があり、それぞれのスポーツに魅力があり、その面白さややりがいが分かるようになりました。その後、河北市にある NPO 地域総合型スポーツクラブでクラブマネージャーになりたいと志願して転職。みんなそれぞれにスポーツを楽しんでいます。健康のために、競技として極めるために、スポーツのあり方、学校との連携、子どもからお年寄りまでいろんな人と接するようになりました。スポーツの良さを広めるにはもっと経験を積まないといけないと考え、建築の営業マンになりました。いろんな人からさまざまなことを教えてもらい、その後予防健康センター福祉事業の施設長として働きました。そしてそこで出会ったのが障害者でした。障害者の方がスポーツをした時の表情が楽しそうで、世界が幸せになるのはこれだ、僕はこれまで何をやっていたんだと気づきました。みんながスポーツを楽しむ一つの輪を作りたい、日本ソーシャルフットボール協会のチームとして正式に登録しました。障害のケースもたくさんありますが、様々に対応できるようになっています。現在は日本代表選手を目指し調整に挑むメンバーが2人います。別荘俊也さんはチームのメンバーと練習している時が一番楽しいと笑顔で話してくれました。石川県精神障害者フットサルクラブルミナス、頑張ってください。応援しています。ハッピースマイルは人と人とをつなぐ合言葉、ルームズ衣川商事がお送りしました。